私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。キング&プリンスは5月26日5時26分に、シアラの4歳の誕生日を祝い、キング&プリンスもファンを喜ばせるためにリリースされました。5月26日は、キング・プリンセプリンスファンをティアラと命名した誕生日。公式ツイッターでは午後5時26分、SNS のアイコンのグループ名ロゴをティアラを載せたものに変更し、一斉にブログを更新。さらに、5人がお揃いのツアートレーナーを着た写真を添えて、今日は大切なティアラ4歳の誕生日、みんなと幸せに、そういう思いでやっていきます。ティアラ誕生日、本当におめでとう、と感謝を込めて祝福。インスタグラムのストーリーズでは、5人でティアラへのバースデーソングを歌う動画でもお祝いした。その後、平野は改めて、そういえば、誕生日プレゼントあげてなかったねと、切り出すと77のキンプラはい、どうぞしようとのメッセージとともに77のダンプラダンスプラクティス、ならぬ、キンプラの URL を投稿。コレオグラファーショートケイトー、と記し、自身と高橋山が振り付けを担当したことを明かした。愛情のこもったプレゼントにティアラは、最高の誕生日プレゼントをありがとう。すごい誕生日、キンプリちゃんからの愛がいっぱい届いてる、と大感激。誕生日プレゼントに77へのキンプラとか最高すぎる、やばいやばいやばい大好きな77へのダンプラ来た、とキンプラにも興奮し、本当にティアラ思いで感動します。ティアラでよかった世界和幸せ、と歓喜のツイートで溢れている。人気グループキング。プリンセプリンス5月26日午後5時26分ティアラと名付けたファンの誕生日を公式 SNS 祝福したタップ。その後、平野紫耀が誕生日プレゼントとして77ダンスプラクティス動画を YouTube に投稿しティアラを喜ばせた。キンプリからのプレゼント77キンプラ丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。